さて、いよいよ豪華発表でございます。構成、構成、経営、あと明治ですね。明治の経営学部、まあ、多分どっちも出て、学習に行ってますけど、怖いよ、G マッチ。本当に辛いな。はい、怖もちろんね。さあ、今回はハズヤ、ハズ。さて、いよいよ合格発表でございます。はい、いやー、合格発表。怖いわー。はい。いや、本当にマーチが一番下のレベルなわけでしょ。マーチと総計しか受けないっていうとんでもない受験だったんで。はい。結構まあ、自分のリスキー。去年の坂上はほら、コンスタントにあったからさ、いろんなのが、かなりリスキーな戦いでしたが、じゃあ、どこから見に行きますか。はい、今日発表されてるのは、今日、法政。うん、法政。の経営の多分共通テストと、はい、あの個別どっちも、はい、あどっちもどっちまで構成2つ、はい、とあと明治ですね、はい、明治の経営学部、はいはい、もう多分どっちも出てると思いますね。共通利用と利用じゃないですね、はいはい、あと学習に共通利用、あ学習、はい、と立教の共通利用ちょっと出てるか分かんないですけど、うん、後で出てるか分かんないんだ見てるそんなにいっぱいあるの。怖っ。5個ぐらい、共通が3つとも個別2つぐらいですか、ね、なるほどね。じゃあ2つに動画を分けるかもしれないですちょっとね。でも共通の方はちょっと望みがないんで、うん、あんまりまあないね、はい、はい、ちょっとまず何かと言いますか。いやいや、あなたに任せるよ自分の見たいのから皆さん。ウカロはウカロでなんか全部出ちゃいそうなんで。あ、そうなんだ。じゃあ法政から見ていい。はい、ウカロっていうのウカロなのちょっと分かんないです。去年も坂上さんの動画でウカロ出てました。いや、怖出てみんのかわかんないです、うん、多分、はい、ログインできましたね。うお構成ちょっと打ってみよう。怖いはい、これですかね、うん、いきなりは出ないですよね。あれできてるんですかね。知らない。これですかね、うん、これか。あけない、くるねこれいきなりっす。あれなんですね、共通デストリオは出ないんですね、この知らない、別なのこの場所では。そうか、まあちょっと、まあ、薄々落ちるかもなと思ってたんで、構成は共定理由見れないっすね。どこで見るのか分かんないこれどこでってちょっと出ないっすね。ちょっと、いやこのサイトでサイトじゃないんだったら調べるじゃん。いや調べても出てこないんですよね。ちょっと明治は本当に、うん、多分ギリギリどっちかなぐらいだと思うんで、うん、あの体感的に。うわ、怖いですか。怖いよ。アブからロビンできました、はい、ちょっとなんかいきなり怖いよね。確かにね、一気にグワッと ありますね。これどこ、そういう法制もあるのそれ。いや法制ないですね。学習院と明治ですね。じゃあはい、じゃあ学習院からいいですか。学習院がいいの、はい、協定利用なんで多分。ああそういうこと、多分まあはい、ちょっとノゾニウスの、うん、あまたパスちょっといいっすか、うん、ちょっと合ってるか分かんないけど、はい、行きましょう。またスクショタイム。悲しいスクショタイム。うわー怖い。 G マーチ怖いよ。 G マーチどんどん減ってきますね。なんかライフみたいな。そうだよね、削られていくよね。はい、ちょっとそうですね。いやちょっと明治怖いっすね。怖いね。ちょっと明治見ていいですか。ちょっと一応なんかこれいきなり出てきちゃうかもしれない。これは何、共通。いやこれはもう普通に個別ですね。個別か。そう、あ、いやこれって共通かもしれないですね。こんなに浅い。浅いってな。もうとりあえずはいスクショして、はい、出願番号書いてるじゃん。いやこれは共通の方ですね多分、うん、あいやよかったよかった。怖えよ怖えよ。でどこに乗ってるんですかねこれ。
個別の。またそのどこに載ってるんだって言っちゃって。個別の方はどこに載ってるんですかね。あ、これいいかもしれないですね。うん、今見たのがどれ、青学のね。青学、まあ、ちょっと待って、これ一発で見えるじゃん。あ、そうちょっと待ってください。なんで青学とかまあ、出てないんで、まだね。はい、で、こ、ん？合格発表済みでしょ、これ。だから、あ、こっち165はこっち。学部別の方で。あ、じゃあ、さっきはこっちだったんですかね。はい。だ、いや、でもダメだってことなんじゃないですか。何も。はい。ちょっと一応こっち出ないってことは、はい、もう多分落ちたんで受験情報が表示されない場合はこちら。あ、そういうことか。それに関係ないね。一応ちょっとこっち、いや個別、いや落ちてるのか個別、いや個別の方はちょっと共通テスト、はい、個別、個別の方はちょっと良かったかなと思ったんですけどね。甘くないですマーチは。まあ一応こっちがもし、うん、あのまあ、先に出てたらちょっとカットなんですけど、うん、まあ、この後の2つの方がまあ希望的にあるんで、うん、そっちに行きたい。え、この後の2つはまだでしょ。だってあんまり出てないですけど、そっち行きたい。うわー、怖い怖い怖い。はい、ということで、はい、あっさり、あ、さっきのスクショちゃんと撮って、そう、あっさりと出たっていう。はい、いやー早いっすね。ちょっと共通の誰か、法制ですか。法制の、法制出願の時間間違えたんじゃんだって。法制ですか、うん、いやでもなんかあれにはありまして、あの、なんていうんですか、うん、発行みたいな、なんか、うん、受験票発行みたいなところにあったんですよ、共通テストの発行が、うん、いやでも結構厳しいですね、やっぱり分かってましたけど、受験は。それはそうだよ。去年もう見てたんですけど、うん、坂上さんの、うん、あの厳しさを、うん、とかマーチはそんなに甘くないから。いや、どうして他受けの方だと。いや、まあでも多分、まあ、誰どっちか受かってると思ってるんで、ポジティブはずき、はい、後ろの2つは、はい、ちょっと一応最終的構成です。出願してないんじゃないのって。いや、ここに一応申し込み一覧は出願確認、確認で、確認の方には共通テスト利用入学試験あるじゃん。それの結果って押せないの、そこには。結果ないんですよ、質問確認表なんで。これはそうですね、あの個別です、卵線と共通テストの一覧、うんうん、じゃあできてるじゃんね。できてるんですけど、この合格発表なんですよね、この受験票。まだってことはなくて。いや、わかんないです、まだかもしれないです。ちょっとそんな、いつ合格発表。ちょっと見てください。でも共通テスト利用の方が普通早いでしょ。はい、そうなんですよ。法制、いや法制共通です。2月18日ですね。まだかよ。もう2月18日でした、共通ですよ、うん、だが出てなかったんですね。あれもう、いやーちょっとショックですね、明治落ちた。もう明日だったんかい。はい、構成は明日でした、ね、はい、という感じでございます。はい、じゃあ次は3つ、はい、はい、あ、次はもう、そうですね、多分青学一応 KO ですね。あ、KO も出てんのか。次発表。うわー、ということになりますね。じゃあ、早稲田頑張って受験してください。はい、ありがとうございました。テクワッチン。ワッチン。いやー。